これより、2021年 F1 世界選手権第16戦トルコ GP 金曜フリー走行2回目の模様をお届けいたします。初回セッションでトップタイムを刻んだのは、メルセディスのフェルスタッペンで、タイムは1分24秒178を記録し、2番手は0.425秒遅れで、レッドブルホンダのフェルスタッペンでした。3番手は、フェラーリのルクレール、4番手メルセデスのボッタス、5番手フェラーリのサインツ、6番手アルピーヌのオーコンでした。 金曜フリー走行2回目は予選、決勝と同じ時間帯に実施される重要なセッションとなります。セットアップを着実に仕上げるためにもコース上で周回を重ねてしっかりとデータを集める必要がありドライビングに高い精度が求められてきます。初回セッション時よりも雲が広がったエスタンブールパークは気温20度、路面温度29.1度、湿度69%のコンディションです。ピットレーン出口のシグナルが緑に変わり、 セッションが始まりました。セッションが終わりました。結果は次の通り。最後の数字は、FP1 の順位。1、L ・ハミルトン、メルセデス・ AMG。1分、23秒804、1。2、C、ルクレール・フェラーリ。1分、23秒973。3、V ・ボッタス、メルセデス・ AMG。1分、24秒214、4。 4、エスペルス、レッドブル。1分、24秒373、10。5、エムフェルスタッペン、レッドブル。1分、24秒439、2。6、エルノリス、マクラーレン。1分、24秒525、7。7、エフアローソ、アルピーヌ。1分、24秒669。8、イーオコン、アルピーヌ。1分、 24秒672、69、ピーガスリー、アルファタオリ1分24秒756、810、A、ジョビナッツィ、アルファロメオレーシング1分24秒796、141、十一ダ田ウキ、アルファタオリ1分24秒882、1812、C、サインツ、フェラーリ1分24秒903 1 3ルストロール、アストン・マーティン。1分、25秒020、17。14.D. リカルド、マクラーレン。1分、25秒060、12。15.K. ライコネン、アルファ・ロメオ・レーシング。1分、25秒143、16。16.S. ベッテル、アストン・マーティン。1分、25秒229、13。1 7エ n ラティフィ・ウィリアムズ 1>, 1分25秒 3071518G ラッセルウィリアムズ1分25秒 358119M シューマッハハース1分25秒 4801920N マゼピンハース1分25秒69820イスタンブールで迎えた週末の初日は初回に続いて2回目もメルセディスのハミルトンが 最速タイム、ソフトタイヤで1分23秒804を記録して、両セッションでタイムシートのトップに立ちました。ロングランペースでも速さを示していました。フェラーリのルクレールは初回から一つポジションを上げて0.166秒差の2番手でセッションを終えました。ボッタスが3番手でハミルトンとのギャップは0.410秒差です。レッドブルゼーゼはペレスが4番手、フェルスタッペンが5番手に続いており、 マクラーレンのノリスが6番手。7番手以下、アロンソ、オコン、ガスリー、ジョビナッツィが、金曜フリー走行2回目でトップ10入りとなりました。ペルスタッペンが5番手と謎の位置ですが、おそらくですがフライデーエンジンではないかと。ペレスが4番手といい感じです。アルファタウリホンダのガスリーは9番手とまずまずですし、スノダ選手も11番手といい感じです。